これは大事に飾っときますここら辺ね、5分か10分くらいね、話してんだけどね、結構ぐだぐだになってるんで、全部カットしたんですよ。そういうね、何はい。あ今日はそういう動画だとね、ぐだったやつは使えないな、使いか、使えないかなっていう感じ。私の、何、配信結構ぐだるんでね。そういう感じのぐだぐだ喋ったのが5分か10分くらいあった。そうです。再生ボタン開封でした ありがとうございました。ここもね、ツッコミなんですよね。ツッコミどころをね、いろいろたくさん作ってる。あだ、うん。まあ、見ない人はもうしょうがないね。ここもね、一応短パンチだ。これパンツなんだけどね。コングラレーションズ4。おそらく、こう下がってくるこう下がってくる。おそらくね、感覚的に。10万円これ平均だからね。 ヒカキンの場合おそらくね、とんでもないですよ。き、アクアの機材紹介なんて伸びないからほんと。初動、初動があってね、私のも、目標はね、これもさっきも直結するんだけど、変わる。全然変わる。ただおまけ画像はね、何私のファンも楽しみにしてるやつなんで、結構入れたいんですよ。おまけ画像でオチだったり、本音だったり結構言うんで、あ、 このね、例えば、私バット率多い。こう、バット率が多いんだけど、私を潰そうと思って同業者がやると、私との関連性が切れちゃうんですよ。関連性が切れるっていうことは、私の関連動画に乗らないだから逆効果なんだよね。そこら辺で知っててやってんのか。多分同業者からもね、結構ね、バット率高いと思うんですよ。 もちろんアンチの人もいるけど、同業者、ああ、こいつサボりダメだ、みたいな。だからね、ますます過疎化していく。んーとね、グッドボタンを押せばリ、リンクが繋がるんですよ、うん。動画にはね、某所でアクアリウムのブームの引き付けなくなってほし年って言ってるけど、ペッチショップのテーマは20代女性が、気になる。うん。グッドボタンを押したら関連性が高まるから。 チャンネル同士の関連性が高まるのと、うん。もう同業者潰したらね、全く人来なくなるよ。稼るよ。そこら辺で、ね、ちゃんと、私言わないんだけどね、そういうこと。私相当調べたからね。で、グッドボタン押すとね、あれなんですよ。リンクされるんですよ。動画に。チャンネル同士がリンクされるのと、動画が自分の チャンンネルページとリンクされるで、関連動画に乗りやすい私ね、他の動画ほとんど見てないからね、関連動画の割合が低いんですよ。一般に比べると。だから他の動画見て、関連づける関連づけて、ただ私の場合もう大手だからね、あれだからな、ちょっと別だからな。だからね、この、これ、 うんうん。必ず見てグッドボタンを押したら関連性が繋がる。チャンネル同士の関連性。動画同士の関連性。動画にはね、あの、キーワードあって、キーワードが同じだと関連動画に乗るんですよ。けどバッドボタンを押しちゃうと、関連性が全く切れちゃって、関連動画に乗らないそこら辺ね、これから何、何 YouTube とかやる人 あの、気をつけた方がいいよ。潰そうと思ったら、孤立するから。むしろ、大手に乗っかって、グッドボタンを押す。そし、例えばね、私の場合も大手だからしょうがないんだけど、ゲーム動画ってありますよね。うーん、なんだっけあれ。マインクラフト。マインクラフトと赤ではもう、母数が全然違うから。マインクラフト動画で、よく、 マインクラフト大手にグッドボタンを押す。で、関連付けたら、関連動画に乗るだけで弱小配信者がもう1日1000再生2000再生ってなっちゃうアカリウムはそんな、もう母数が違うからないんだけど、そういう感じでね、あれなんですよ。関連付ける。自分のチャンネルと大手を関連付ける。あるいは動画同士関連付ける。 そういうテクニック。そこら辺で、ね、ブログで解説してるやつね、受け売りなんだけどね、受け売り。私が発明したんじゃないんだくて。私が発明したんじゃなくて、受け売り。よくね、調べたら、どっかにあるから。潰そうと、大手を潰そうと思ったら、自分が孤立するっていうことはね、ちょっと覚えておた方がいい。大手には嫌でもグッドボタン押せ。 それ、それ式なんでね。グッドボタンを押してサボリン批判動画を上げるのがこう、あ、そうですね。そうそうそう。で、批判もね、あの、あれだからね、宣伝効果になるんで。この人ね、すごいよく見てくれてる。サボリーチの素顔が流出。年齢や仕事、年収など、正体に迫る。これ読んだんですよ。 そしたらね、な、何かな何記事が、記事を書きたいために私を使ってるんじゃないんですよね。よく見てくれてるんですよ、これ。よく見たらこれ。なんかね。うん。よく、本当この人よく見てる。この人のブログ、ブログこれ。わかんないんだけど。YouTuber、あ、これもうしょ職業にしてんだな。 YouTuber 大百科だから、もう職業にしてるんだ、これ。アフィで。だから、あれか。この何よく調べてるっていうのかな。こんなね、宇宙展望台、これ。これ再生数1万もいってないじゃないこれ。だから、大手から、中堅から、これから伸びそうな人、全部、調べてんだね。すごいな。タイトル押すと飛べるほら 4000しかないねで、これ <laughs> ああ。ふふ。うん。正解連絡線の話は NG ではないんだけど。うん。それぐらいだよね。4000しかないですよ、これ。おそらくね、750動画の、ワースト10に入ってる。それを見てくれてる <laughs> これ、どんな動画だったっけ <laughs> <laughs> 5000いかないんですよ、これ。ああ、そ、そうだね。なんかすれ違うところ。思い出した。これ、こん、この回はね、上割り、捕まえてないわ。だからここにね、上割りって書けば、再生数10倍ぐらいいくかもしれん。1年、かかればね。将棋実況動画で笠木と月90万とか行くんだね。いや、行かないでしょ。 将棋動画これが一番でしょいかん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 。月収90万って言ったらね、ちょっと前の柴田さんクラスですから。無理無理無理。これがね、一1、10、100、1000万、10万、100万、1700万再生でしょ ?1 ヶ月どれぐらいだ で、単価が、た分ん単、あ、年収90万ま、あ90万以上いってると思う。多分ね、月15万から20万ぐらいいってるんじゃないかな。キシマりスが1万六千か。1万、6万八千もいってる。1年前で1万七千。うん。これもね、1日ね100再生いってないな。 多分初、ここら辺で初動がね多分悪かったんですよ。こんなとこ、この頃はね、ほとんどね、11月でしょ、これ。まだチャンネル登録者ね、3000人とか5000人ぐらいの、5000人ぐらいかな、チャンネル登録者。で、多分初動が4000ぐらい ?4000 もないな。で、2万まで伸びてるから、1日50再生ぐらい。っていう感じだな。 二のン氏なんかゲームやってる。突然来い。来た来た来たヤノやのっち来た。やのっち来たよ。今、旬の配信者来たよ。お、格好家試験飛車か。いいね。心の余裕。振り飛車は裁きだから、固めた。あとは、駒をぶつけたり、 駒を交換する。ここでちゃんとね、読みを入れるかどうか。うん。そう。これでお互い銀が交換になったと。で、ここで相手は、あっ今ね、一瞬ね、角を切りますよね。で、同玉で、角打ちが大手飛車の、あれがあったんですよ。 で、飛車は、車は取られ、取られるけど、強車が取る。うん、ここが一つのね、チャンスだったんだよね。